はい、こんばんは、投資家系でございます。ではですね、本日、スマスロ関連いきたいと思うんですけれども、今日はね、ちょっと私の方はね、前場の11時ぐらいまで見てたんですけど、それ以降ね、今日に限ってね、こんな雪なのにちょっとね、外に行かなくちゃいけないということで、見れなくってね、前場ね、かなり強かったんで安心してたんですけど、なんかめっちゃ弱くなってさ、思ったより上がってなかったんで、おやおやと思ってちょっとショックだったんですけど、まあね、来週もね、個人的にはね、まあ試合がどんなかわからないんですけれども、まあいい感じにいくんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあ利確はね、やっぱり大事にしていきたいですよね。まあ見ていきたいと思うんですけど、来週ですね、この6-3の大黒電機、これ結構面白いかもなんですよね。2月10日の貸し株がね、ですね、一気に9万株ぐらい増えて、残高124,000に対して、融資残が3900、貸借倍率 0.03。ここはですね、ちょっと踏み上げが来るかもしれないですよね。はい。まあ一応もう2、ここ思いっきり超えてきたんで、こうなってくると、ここの2800台まで目指して、3000超えていってほしい感じはするんですけどね、大黒電機。はい。で、まあ、あとは、あれですね、6249ゲームカードジョイコですよね。もうね、これなんで剥がれたんですかね。個人的にめちゃくちゃ強かったんですけど、かなり安心してたんですけど、まあ、良かったっすわ。まあ、見なくって。まあ、あれかなりね、皆さんの大倍で売ったかと思うんですけれどもね。はい。全然強いと思いますよ、ゲームカードジョイコは。はい。で、まあ、あとはですね、やっぱ、ちょっと私がね、もう結構気にしてました、泉ちゃんですよね。大泉。まあ、決算がね、来週の13日というところで、まあこれどう出てくるかってところもね、あるんですけれども、今日この出来高がね、ちょっと久しぶりの出来高って感じで、どうなるかなんですけど、まあ、今日は強かったというところで、なんかね、ずっとこんな感じで三角持ち合いがどうかなっていうところで、ここがね、ちょっと一旦下振れてたんですけど、やっぱ今日急に来たというところで、まあ、だいぶね、長い上髭になっちゃったんですけど、まあ、見てください。大体ね、スマスローでちょっと盛り上がりかけたのがこのくらいの時なので、それを考えれば、まだまだね、出遅れなところと、意外にですね、大泉選手、前回、動画で、年間スケジュールっていう販売台数出したんですけれども、結構ね、頑張ってるんですよね。で、あと、スマスロのオーバースロット。あれがね、ちょっと、もしかすると、いい感じになるかなというところであるんですけど、で、まだ指標的にもね、PR16 倍、PBR0.68 倍ですから、まあ結構面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね、大泉。はい。まあ来週、運命の月曜日。って感じですかね。はい。で、あとはですね、もうここやばいっすよね。シャルクホールディングス本当にね、田辺社長がおっしゃった通りですよね。いやもうここだけ買っときゃいいと、もう無双すぎます。だいたいまあこの辺りにちゃっからね、ちょっと注目してたんですけれども、まあほぼほぼもう1.5 倍ぐらいになってますよね。でも個人的にはこれでもね、もっといくと思ってまして、まあ、チャート上では、個人的にはこのぐらいまでは多分行くんじゃないかなと見てるんですよね。というのも、営業益 2.2 倍、っていうところもありますけど、JALCO ホールディングスって営業利益率めちゃくちゃ高いんですよね。
かなり少数でやってるんで、それでこの売り上げとこの利益、これね、かなり強いと思います。で、しかも M&A もやってます。M&A のね、ところがやってるから、そこがね、かなり、営業利益を押し上げてるところなんで。で、なおかつ、賃貸でもね、手堅くやってるんで、これはね、本当にジャルコ、面白い感じかなと思うんですけど、これちょっとね、気がかりな点がね、ちょっと一つあって、ここ情報修正出してないんですよね。で、今のところこのスマスロ関連で見れば、情報修正出してないと結構落ちる傾向があって、アクセル激落ちしましたよね。はい、まだ爆死マイナスです。今日難品でね、1500円ぐらいで結構、はい、難品したんですけど、なので、個人的にちょっとジャルコはね、ジャルコもちょっと戦略はもう今もう立ってるんですけど、多分ギャップダウンしてくるんじゃないかなと思ってまして、ギャップダウンすれば、反発なところで確認してちょっと入るかなと。で、300上抜けていけば、ちょっとまた入ってみて、300って感じでね、ちょっと組んでいこうかなと思ってます。いや、でもジャルコね、本当にね、いい株っすね、マジで。うん。改めてこの決算見て思いました。はい。で、あとはですね、ちょっとジャルコもそうなんですけど、現代エージェンシーですね。ちょっとね、利回りがね、やっぱ 3.55 になってたんですけれども、まあ、ここですね。焼却の話も出ました。はい。で、チャートもですね、まあ、だいたいこのぐらい300、そうですね、4、50円ぐらいの時にね、ちょっと現代人誌、まだ全然遅れてますっていう感じで、はい、紹介させてもらってまして、で、まあね、決算が出てグイーンと上がるというところでね、ちょっとね、またこのあたりで私はちょっと入りまして、で、今日ね、ちょっと買い増しをしたんですよね。というのも、あゆみねのところで、結構ね、爆買いしてたんですよ。多分まとめて一気に買う。はい。何万株っていう単位で買われてる感じがあったので、これはと思ってね、まあ長いものに巻かれるというところで、入ったら、まあ、運よく上がったっていうところと、まあ、株式の焼却。なんかこれもうサイダーがあったんじゃねえかと思う感じなんですけど、まあね、結果的にはいい感じになったんじゃないかなと個人的には思っております。で、ちょっとこれか。なんかちょっと変わりましたね、株単が。でね、今月足で見るとね、まあ、こんな感じなんですけど、今までがもう本当に、ね、こんな感じで下がってたんですけど、今急速に上がってきてる感じなんで、まあ結構強い域になってるかなというところですね。で、また明日ぐらいにですね、まあ決算まだフィールズとか大泉とか残ってるんですけど、大体ですね、傾向が出たというか、ちょっとまとめてみたものも、明日の夜ぐらいには、はい、公開できるようにしたいと思いますんで、まあ、よろしければね、ぜひチャンネル登録と、高評価いただければと思います。はい。まあ、途中の番宣になっちゃったんですけど、まあね、現代人誌、ちょっとね、面白いっすよ、今。はい。というところでございます。で、まあね、あとはまあね、三強とか、まあ、フィールズとかね。いや、まあ、来るかなと思ったんで、ちょっとフィールズね。ちょっとそんなしか上がんねえのみたいな。やっぱ三強はね、ちょっとまだ安いっすよね。うん。三強やっぱ強いっすよ。はい。
私三共は基本的に、もう、売っちゃって、朝売っちゃいました。はい。でも三共はね、結構個人的にやりやすいんですよね。なんでまた入れるかなと思ってて。で、平和は意外に相性悪くって、結構損切りも微妙ながしてます。が、まあ結構平和も今いい位置にいるんですけれども、ここね、本当に株価のね、動きが、そんなにね、ゆっくり、急激に上がるとかないんですけど、ここもね、今謎のこの下げがあって、今こんな位置なんでね、個人的には、まあ来週もね、ちょっと平和入りたいなと思ってまして、はい。まあ、若干持ってるんですけどね。はい。またまたちょっと難品になるの、上行くのかって感じで。まあ、なんとか相性の悪い平和を克服したいと思います。ただね、やっぱりね、怪しいのがこれですよ。ユニバーサル。ここがまだ、決算がまだなんで、これね、なんかちょっとね、フィールズとかはなんとなく上ってわかるんですけど、ユニバーサルはね、確かにカジノのね、業績はいいし、スロットとか、今後ね、ゴッドシリーズとか出ますし、まあ今後もしかするとバジとかね、窓巻きとか出るかもしれないんですけど、ちょっとね、もしかするとね、そのカジノの方でクソ決算出すかもしんなくってね、なんかちょっとそれがリスキーなんですけど、やっぱこのチャート見るとね、やっぱ入っちゃいますよね。はい。なんで、まあユニバーサルはね、もう入りましたよ、昨日ぐらいから。まあ、マイナスな材料はないと思ってて、どっちかってプラスな材料しかないですけど、ちょっと決算でやらかしかねないかなというところがあるのですね。そこがまあリスクのとこですね。はい。で、まだ100万株、140万株ぐらい、期間のね、空売りが残ってるんで、本当はね、ここかなと思ったんですけど、ちょっと本当あれ怪しいんですよね。このあた、12月28日のあたりで、100万株ぐらい一気に空売り入れてたんですけど、これ出来高100万株なってないんで、あれ、そういうのできるんすかみたいな。まあちょっとね、私のような素人にはわからないですけどね。なんかね、ちょっと怪しい感じのユニバーサルです。はい。で、まああとはマミヤとかね、マースグループも来てますし。はい。まあなかなかね、いい感じかなと思うんですけど。まあ最後にね、テクノロジーズですね。これテクノロジーズ、私、今日は触ってはいないです。もう、完全に入りそびれたと思って、結構ね、この辺りいい動きしてたんですよ。ちょっとここで入ろうかな、ちょっと迷ったんですけど、ちょっとね、やめちゃったんですよね。まあ、これがね、正解だったと。で、この辺りまで見てて、マジかよと思って、こんなに上がるんかいと思ってて、見てたんですけど、なんすかこれ。これひどくないですか？なんかもうね、スマスロ関連ってこういうの多すぎないですかっていうのがあって。まあ、これね、でも個人的には、テクノロジーズちょっとやりやすいかなと思ってて、でもここっすからね。もう下行けば損切ればいいし、上行けばも、上にね、行けばね、持つか、まあ、スライスかけて打っていくか、もうどうするかっていうのがあるんですけど。まあ、ただ、テクノロジーズに関しても、まあ、前回も話したんですけど、ニューギンとね、加賀電子。まあ、加賀電子は、まあ、三協がね、株を持ってるというところで、まあ、そういった遊撃関連もね、してるっていうところがありますんで、はい。私的には着目してます。前回、まあ、このあたりで個人的には入って、たまたまこのあたりで売れて、まあ、今、ノーポジなんですけど、またね、ぜひちょっと入りたいなと思ってます。はい。で、まあ、最後にね、ちょっとね、このあたりもね、個人的には、まあ、来るのかなとは思ってたんですけど、
ちょっとね、またね、来ましたね。この子ら辺に。2週間前か1週間前まではトップ30に入ってなかったんですけど、一気にまたね、来たというところで、まあ、注目され始めたかなというところでございます。はい。結構ね、ここもね、見てると意外にね、その、まあ、馬鹿にならないというか、はい、面白いと思うんで、見た方がいいかなと思ってます。はい。ではね、また明日できれば、その決算のね、比較表、まあ、Excel シートでの、動画なんで、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、まあ、ただね、結構そこから見えてくるのもちょっとアリーノって感じなので、はい、またぜひ、チャンネル登録いただければと思います。